アーケード版のロードランナー。はい。これ実況プレイやるの初めてですよね。個人的には何回かプレイしたことあるんですけどね。あ、間違えた。いやー、すごいな。めっちゃ狭いですね、ステージがね。ファミコン版とかめっちゃ広いイメージあるけど。あ、これでもスクロールするのかな？横とか行ったら、もしかしたら。あ、行かないか。行かないね。あ、そうか。この1画面で終わりなんですね。これ取ったら終わりや。クリアですね。なんか PC エンジン版のロードランナーにちょっと似てる気がするけど、こんなんじゃなかったかな、 PC エンジン版のロードランナーって。こんな感じだった気がするんですけど、ね、ああやられた。つうか敵がなんつうのかな、ロボットじゃなくて、あ、待ち伏せてんのか、あいつ。来ると思ったら、来ると思って待ってたのに来なかったやん。こっちのなんか敵の方がファミコン版より利口ですね。おっと、危ねえ。なんかこっちの方が敵利口ですね。頭いいですね。俺がバカなだけかな。あれ？これどうやって取るん？これ。え？あ、こっからか。こっから穴開けばいいのか。うわぁ、ちょっと待って。右に穴開けるボタンがどれかわからんかってんけど。ちょっともう一回やりましょうか。これ右と左の穴開けるボタンがまだ覚えてないんですよ。ああ、これとこれか。もう操作覚えてないと話にならないですよ。これコンテニューになってるね。このゲーム、昔のゲームにしてはこれアーケード版コンテニューできるんやね、コイン入れたら。あぶね、原始人ですよね、完全にこれ敵。音楽とかも全然違うし、ファミコン版と。ああ、そっちから来るか。頭ええな。あ、取りやがった。
あぶね。あ、これ取れる。よし、これでやっといける。やばい。あ、危なかった、今。やっと取れますね。やばい。あぶね。うわぁ。むずい。しかもこれ、コイン取り直すか、また1から。コインじゃない、金かい、金か。あー、ゲームオーバーやな。あー、またか。むずいなぁ。なんか敵の動きが早い気がするな、ファミコン版よりね。これ敵3人多すぎないか。2人でいいんちゃうの。こんな序盤のステージやのに。おぉ、やばい。うわ、むず。はい、終わりましょう。むずいですよー。